消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、本日も実況は私、良平が務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、VS ディッカーズ最終版となります。リッカーズのマウンドにはアサペンがこの回から上がっています。ユーポン同様、縦に大きく割れるカーブが持ち味のピッチャーなので、どうやって打ち崩していくか、バッターには内本くん、2球で追い込まれてしまいましたが、試合前にガンガン打っていたので、ここは期待したいところですが、あれ、ん、あららら、振らずに見逃し三振となってしまいます。このね、大きく割れるカーブが厄介ですね。お次のバッターは平峰さん、ドンと、これはセンターに抜けていく、綺麗なセンター返しのヒットになります。ナイスバッティング。10番の鈴木さん、ピッチャーですね。自援護できるのか、はい、ストライク、外にいいボールが決まっています。はい、3ボール1ストライクとなって、これを見逃して、この打席もしっかりと出塁します。お次の新出さんは、はい、これもフォアボール、これで満塁となります。いや、これは大チャンス到来です。はい、お次のバッター、ディオさん、ドンと、これがレフトにドンと、よいしょっと、レフト上がって犠牲フライの十分な距離だが、これレフトが見失って、ランナー悠々とホームイン、これで勝ち越しになります。これは大きい1点です。はい、お次のバッター、良平、ここもなんとか出たいところ。はい、このね、やっぱりカーブなのかな、やっぱりちょっと僕変化球苦手なんで見逃してしまいますね。これもですね、いや、変化球を打つ練習しなきゃダメっすね。スリーボールツーストライクとなり、はい、カーブなんでちょっと焦りましたが、しっかりと選んで押し出しの四球となります。さらに1点を追加、よいしょ。はい、ここでタイムをかけて、相手ピッチャーが植木さんに、翔平のところでピッチャー交代、ピッチャー植木さんになります。翔平さんは無構図などで植木さんとよくやっているので、よく知っていると思います。ここで打ってもらいたいところ。さあ、どうなるのか。これはね、全球配信でいきましょう。初球、これカーブ、キャッチャーナイスストッピングです。はい、ワンボールで、お次の球が、これ高めの威力あるまっすぐ押されて、ただファールとなります。ワンボールワンストライクとなり、お次の球は、おいと、これ、おいしょ、あっ、あ、おっ、おっ、あっ、やばい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 、ホームアウトでキャッチャーがファースト送球して、うわ、ゲッツー、いい当たりすぎ、アンド植木さんのナイス反応により閉殺となってしまいます。この回も引き続き鈴木さんがマウンドへ上がります。先頭バッター、ファースト T さんがしっかりと取って、ワンアウト、ナイスキャッチです。はい、お次バッター、植木さん、初球は、うわー、フルスイング、えげつねー、やっぱ振ってこられるとちょっと怖いところありますよね。これがサードに、お、難しい打球、関根くんがしっかりとキャッチ、送球も安定、ナイスプレー。はい、お次のバッターは、どんどん、これシンカー、ツーシーム、動いてますよね。いや、素晴らしいボール。そしてこれインコースに威力もあります。ナイスピッチング、いい流れで来てるので、この回拾っていきたいところ。なんとかね、今日ちょっと右方向に打ててはいるんですけれども、まあ詰まったりとかっていうところがあるので。おっと、これはしかし伸びず、ノンパワーです。はい、ちょっとね、いい流れいきたいんで、おっちょさん、お願いします。あ、すごいな、これフォークかな、落としてる感じがしますよね。なんかカーブとは違うのかな。はい、2ストライク、追い込まれて、おー、同じボールには手を出さないと。これで2エンド2になります。ここから出塁することができるか。
お、走れ走れ走れ、高いバンド。これ難しいバンドでしたね。ショート内野安打となり出塁となります。はい、ここからねクリーンアップ入ります。 P さん、おー、いいスイング、大きい振っていきますね。はい、わっ、ちょっといいバレー、ワンボールツーストライクだって。おっ、うわ、ストライク、あそこビタビタは手が出ません。4番の田島さん、ここまでちょっと当たりが出ていないのでそろそろ打ちたいところ。これがセカンドユーポンがさばいてスリーアウト、ランナー出たんですけれども、この回無得点となります。この回も鈴木さんがマウンドへ3イニング投げるということだったので、この回が鈴木さんの最終イニングとなります。先頭鈴木さんしっかりと取ってファーストアウト、冷静に落ち着いて処理しています。次バッター大井さんに対してはこれ、で翔一郎くんのキャッチングもいいんですけれどもね、選球眼回さりました。ここユーポをまっすぐで三振に取ります。2アウトとなってここで抑えることができるのか。はい、まずスライダーかな、ナイスピッチングです。いや、すっげーいいボール。追い込んでから、あー、ショーバズーカ出すことができず。いや、翔一郎くん肩強いのでね、ぜひ見たかったんですよね。はい、お次のボール、外に1球ボールを、変化球ですね、変化球のボールを挟み、はあ、これで勝負決めに行くか、ドンと、またもや三振、完璧なピッチングです。被安打ゼロ、ナイスピッチング。最終回の攻撃は今日先制のタイムリーを放っている翔一郎君から、これは打ったー、よいしょー、どこまで伸びるか、はい、超えたー、左中間を破っていく、さあどこまでいけるか、これはスリーベース、ナイスバッティング。いや、これ2本目の長打ですね。いや、さすがです。ここで打席には白根さんが入ります。さあどうなる、これは高い打球、ただレフトめちゃくちゃ後ろに守っていて、これがレフトの前に落ちる。翔一郎くんがホームイン、さらに追加点となります。ナイスバッティング。はい、関根くんも続くことができるか、これが流して右方向、これただゲッツーにはならず、ランナー進塁となります。またここからチャンスになったのが大きいかなと思います。さあ、淵本くん次の打席は打てるのか。本日ね、ちょっとまだ当たっていないので、午前中のバッティング練習の成果を見せてほしいところ。これただサード引っ掛けてしまい、ランナーも進めることができずとなります。はい、お次のバッター平峰さん、これはレフトに流し、超綺麗な流し打ち。さあ、これでレフトが取れない間に白根さんがホームに帰ってきて、さらに追加点となります。いやー、ナイスバッティング、めちゃくちゃ綺麗な流し打ちでした。はい、鈴木さん、ここまで2打席連続フォアボール中、ここも出るのか、おっと、これ当てに行ってカットしに行ったところなのかな。ただ三塁線入ってしまい、ファーストアウト、ただこの回さらに追加点になります。最終回のマウンドには平峰さんが上がります。先頭馬淵さんを、これがピッチャーフライに打ち取ります。先頭強打者をしっかりと打ち取りました。はい、お次のバッター、どんなピッチングを見せるのか、うおー、すっげーカーブ、なんだこれ。そして翔一郎くんのキャッチングも素晴らしいですね。後日翔一郎くんのキャッチング動画も公開いたしますので、皆さんそちらもチェックお願いします。はい、こちらの球、ファーストベース上、 P さんがっちりキャッチしてツーアウト、勝利目前です。さあどうなるか、ここでストライク追い込んで、ドンと、これがサード、難しい打球だが関根くんがしっかり取って、ファースト送球アウト、ゲームセット。ようやくリッターズさん相手に初勝利を手にすることができました。浜松組のね、3名のナイスピッチングに打線がつながったナイス勝利でした。リッカーさん、ありがとうございました。またまた試合今後もよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。